ナリーグドジャース3、1マーリンズ、2024年5月8日ロサンゼルス。ドジャースは8日、日本時間9日、本拠ドジャースタジアムでのマーリンズ戦に勝利。2カード連続でスイープに成功し、今季最長7連勝を飾った。試合時間1時間55分はチーム今季最短ゲームとなった。画像あり、人気モデルが絶賛。マミコ夫人のシースルー。 ブラックコーデ、この日のドジャースは T、ヘルナンデスが勝負強さを発揮。初回2試3塁から右前敵地打で先制点を奪うと、1対1の6回には勝ち越しの10号ツーラン。チームの3打点すべてを叩き出し、6安打ながら勝利した。投げては先発、ストーンが7回1失点と好投。救援したグローブ、ハドソンも無失点でつなぎ、マーリンズに勝利した。 両軍とも投手陣が大崩れせず、試合は順調に進行。試合時間は2時間を切り1時間55分だった。チームにとって今季最短で2時間を切るのも初めてだった。大リーグ公式サイトのサララングス記者は自身の X、旧ツイッター、で、ドジャースが2時間25分以内の試合を5試合連続で行ったのは、1980年に2度5試合連続で行って以来である。 7月29日から8月3日、6月6日から11日と44年ぶりだったと紹介した。テンポの良さが連勝にもつながっているようだ。